多田は、一回ターンを掴んだ時の爆発力が高い、パワータイプのキャラクターです。投げ間合いの広いコマンド投げをちらつかせ、萎縮した相手を一気に攻め倒す戦法を得意とします。特に必殺技を絡めたガードクラッシュ狙いの連携は強烈で、ガード崩しと攻撃力に関しては全キャラ中トップクラスの性能を誇ります。また、見た目とは裏腹に通常技に小回りが効くため、近距離戦だけでなく中距離戦もこなせる、万能型の側面も持ち合わせています。強力な技が揃ったキャラですが、その分強い技に頼った大雑把な動きになりがちです。勝ち続けるためには、状況別に使う技と動きを切り替える冷静さと判断力が必要になります。とはいえ、強い技を振り回すだけでもある程度戦えるため、初心者にもおすすめのキャラクターの一人です。しゃがみ小径や垂直ジャンプ台形で牽制しつつ、相手が大きな音と牽制をそらすっかり、一瞬で体を固める状況に下がった石を狙い、メガデスを差し込み、そこからガードクラッシュを狙った連携を軸に一気に攻め立て、そのまま倒しきるのが突っ込み戦法です。足払いなどの攻撃位置の低い前線技を潰すように小動物質の先端を当てるのも強いです。先端ならガードされても反撃は受けづらく、とにかくして強力です。ただし、BL された場合はもちろん、高い距離でガードされると反撃が確定するので、先端が当たる距離で打つように心がけましょう。足払いが入ると少し遠目の距離でも反撃を受けます。ジャンプから攻める際にも、リーチが長いので、動いた相手にも引っかかりやすいジャンプ台形が便利です。近づいた後はガークラ連携、リーチを投げ、メガデスに投げ、エアガンでジャンプした相手に当たる EX の数字を使い分けて崩しにかかりましょう。どれが通っても攻めが有利するため、非常に強力です。超必殺技のギガデスは崩しに使うほか、発生が非常に早いため、普段は反撃できない技に反撃するためにも使えます。切り返しはコマンド投げをちらつかせつつ、BL とシャガに投げると強引に使えます。特にギガデスは発生が非常に早く無責任な時間があるため、技を重ねられてても無理やり投げることができ強力です。相手としてもコマンド投げが怖く、なかなか地上からの受け攻めがしづらいので、不利な状況でも案外切り返しやすいです。出てよ、さあ起きて、封じを行け、コマンド投げ、どうした。暴れで出す小攻撃から入るスパイコンボです。しゃがみ小径まで連打して、技が出ている最中に1回転とすれば、簡単に少し歩きメガデスが出せます。しゃがみ台形ヒット時の脳ゲージコンボです。しゃがみ小径は脳地で入れましょう。 0.5 ゲージ使った、走って運ぶ距離の長いコンボです。ベレブに化けやすいので注意してください。ここまで決めればとりあえず対戦できますぞ。相手のガークラゲージを10割削る強力な連携です。 BL を狙う相手はメガデスをギガデスに使って、また後ろが出ないようにしましょう。投げを避けるジャンプを崩した時に入る大ダメージコンボです。これが出来る時に運営のプレッシャーがもっと上がります。画面端で追い込んで、画面端では大スクージオの後しゃがみ大ピーが入り、さらにダメージを僕が狙います。メガディスプレッシャー、さあ起きて。ちなみに、EXP スクージオグッチ、カジの最大ダメージコンボがこちらです。かなり難しいので、こんなのもあるんだ程度の認識で大丈夫です。
空中 BL カウンター時はしっかりと痛いコンボを入れます。